会議は対策から話すな。どうもこんにちは、高橋社長です。はい、今日はですね、会議は対策から話すなということで、前回の動画がその会議無駄ですという話でしたよね。つまり会議っていうのは意思決定の場なので、意思決定の場になっていない会議はやめましょうっていう話をさせていただきました。じゃあどういう会議ならいいんですかっていうふうに思いますよね。ということで、今回はどういう会議の仕方をすればうまくいくのかということについて解説したいと思います。それでは行ってみましょう。さあ、なぜ無駄な会議になってしまうのかということなんですけども、意思決定する会議になっていないからということは、意思決定のプロセスが明確になっていないといけないということで、私はですね、意思決定のプロセスは問題構造学じゃないといけないというふうに思っているんですね。これはどういうものかと言いますと、現状からあるべき姿に向かっていく。私たちは組織運営をしていて、今ある場所から理想の状態、あるべき姿に向かっていければそれでいいわけなんですけども、そこにはギャップがあって、この現状とあるべき姿のギャップのことを問題点というわけですね。この問題点の中で優先順位の高いものが課題であると。その課題に基づいて対策を立案し、動機づけをして実行検証していくっていう、このプロセスがいわゆる問題構造学ということで、このことについても詳しくは過去動画で説明してますので、そちらをご覧いただきたいんですけども、会議で問題になるのは対策から話してしまうということなんですね。例えば飲食店が売り上げを上げたいとしますよね。そんな時に、売り上げ上げたいです、どうしましょうとなって、とりあえずチラシを配ったらどうですか、とりあえずメニューのボリュームを増やしたらどうですか、もう少し値段を下げたらどうでしょうか、そんな風に対策から話して、これで成果が出るのかというと、ほとんどの場合出ないんですね。なぜならば現状を把握しないといけない。今売れているメニューは何で、どんな客層に響いているのか、今売れてない層はどこなのか、そしてあるべき姿としてはどの客層を取らなきゃいけないか、どういうふうにしなきゃいけないか、そのあるべき姿がない中で単純にチラシを撒いてもかなり効率の悪いことになってしまうということで、その現状とあるべき姿のギャップを埋めるいろんな問題点があって、全部を潰すことはできません。その中で優先順位の高いものは何かというのがあった上で対策を打たなきゃいけないんですけども、ほとんどの組織がこの現状の認識が一致できていない、そしてあるべき姿もイメージできていない中で、ただ対策だけ話し合うとですね、部長がこうしたらいいんじゃないのと言って、メンバーがいや、この方がいいんじゃないですか、話が組み合わないだとすると何も決まらない、いやそれも難しいよね、これも難しいよねと言ってるうちに何も決まらずに会議が終わってしまうというのが、よくある会議の典型的な問題点なんですよね。ですので、意思決定する会議にしたいと思った、これが最初のスタートラインでですね、じゃあどうしたらそれができるかというと、対策から話さないこと。今私たちはどこにいるのか、どこに向かっていくのか、これを現状からゴールを共有して、優先順位を共有して、その上で対策を打つ、こういう会議にするにはどうしたらいいんでしょうかということでですね、今回は特別にその方法についてもお伝えしたいと思います。さあ、意思決定できる会議にするにはプロジェクト提案というスタイルが一番いいと私は思ってるんですね。これはどういうものかというと、会議の参加者から提案がありますかね。皆さんの会議の参加者どうですか。受け身で参加しているとしたら、もうその時点で会議は意思決定型の会議ではなりにくいんですね。会議の参加者がこれをこうしたい、ああしたい、そういう提案がないといけない。それを対策から始まるんではなく、きちんとプロジェクトとして提案してもらう。具体的には議題に対して4つの点を提案してもらうということなんですけども、まず1つ目はゴール、狙いとするところは何なのか、いわゆるあるべき姿、このプロジェクトのあるべき姿、ゴールはこれですというゴールの提案。その上で2つ目は現状とか背景、なぜこのプロジェクトをやるのかということを伝える。その上で対策や計画が入ってくる。いつまで何をするのか、どうするのかというのが見えてくる。そして最後に費用対効果、このプロジェクトのメリットやデメリットを伝えていく。それによってやるべきかどうかを判断していく。この4つがシートにまとまって、これを提案してもらえれば、そこにいる参加者は現状もあるべき姿も、それが優先順位が高いのかどうか、そしてどんなプランをしていくのか、そして費用対効果も分かる。そうするとですね、意思決定がスムーズにいくわけですね。これを私は A31 枚の提案書にまとめましょうということを推奨してまして、それをプロジェクトマネジメントシートと呼んで運用してるんですけども、よかったら概要欄にリンクを貼っておきますので、サンプルプレゼント差し上げます。実際それをダウンロードして、そのシートを見ていただいてからこの動画を見るとよりよくわかると思うんですけども、このシートは先ほどの4つのテーマが1枚にまとまったシートになっているんですね。左上にゴールが入っていて、左の真ん中に現状とか背景を書くようになっています。そして右側に対策や計画を書くようになっていて、左下に費用対効果が書かれている。
これ A3 1枚にまとめてみんなで共有することによって会議の参加者全員が問題構造改革にのっとって意思決定できるということで、会議の生産性を飛躍的に高めていきますので、ぜひ活用いただけたらと思っております。さあ、まとめということでこの言葉で締めたいと思います。会議のコツは提案にあり。意思決定できない会議というのは提案がない組織なんですよね。会社には様々な問題があります。売上を上げないといけない、コストを下げないといけない、人を育てないといけない、人を採用しないといけない、新たな新規事業に投資をするとか、いろんな意思決定ありますけども、その様々な議題に対して提案があるかどうか、その提案は対策だけではダメなんですよね。社員の給与を上げましょう、そんな対策ではなくて、現状どんな問題があって、あるべき姿がこうだから、優先順位の高いテーマとして給与を上げないといけないんです。そんな風に対策の背景となる現状、あるべき姿、優先順位付け、ここを明確にできるかどうか、それが分からなければ意思決定できるはずがないんですよね。対策の思いつきをやるかやらないか、ほぼ占いみたいな形でやっても経営というのはうまくいきません。その背景を問題構造学にのっとって提案できる幹部、それを作っていくことが意思決定できる会議になるポイントになると思いますので、もし皆さんの組織が意思決定できる会議ができていないとしたら、そのフォーマットからプロセスから見直して、ぜひ頑張ってみてください。それではまたお会いしましょう。高社長のチームリー大学では、組織へ悩む人を一人でも減らすことをテーマに動画を作っています。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンをぜひお願いいたします。コメントもお待ちしています。組織の悩みに対するご相談、お仕事のご依頼はホームページの問い合わせフォームからお待ちしております。それではまたお会いしましょう。そう、会議はもう準備がもう8割ですよね。事前に準備することも大事ですし、そこで現状の情報がどれだけ出てるかってなった時に、よく議論になるのが、これ提案しますってことで対策だけ出てきて、これ現状どうなってんのって質問されて、いやそこ調べてないですみたいな。で、じゃこれ何のためにやるのって目的、いやそこもゴールないですみたいになってくると、どうやって意思決定すればいいんだってなるんですよね。でこれもですね、ちょっと一つまた少し違う問題かもしれませんけども、提案する人がいて、決裁する人がいて、一対一で話しちゃうことってよくあると思うんですよ。で他の人はですね、暇だから内職するみたいな感じでパソコン立ち上げて、中では全然違う仕事してるみたいな、それよくあると思うんですけども、すごいもったいないことで、せっかく集まってるんだったら、その意思決定に関係ない人は参加するべきじゃないんですよね。だから内職するような人がいるんだったら、もうそもそもそこにいないで、提案する人、決定する人、そこにアイデアをもらいたい人、その参加者をちゃんと決めて、でその人たちと一緒に現状を共有するわけですね。今こんな問題起こってます、こんな事例がありますということをざーっと共有したら、あ、私のところではこんな問題ありましたよみたいな感じで、現状がさらに付加されたりとか、あるべき姿の方向にもっとこうした方がいいですよねっていうふうに乗っけたりとか、参加者全員が一緒の現状認識をする、一緒のあるべき姿を認識する、その上でこれをやるかどうかを決めるというふうに、もしも一緒に決める形ができれば、この意思決定の会議としては最高の場合になると思うんですよね。